はい、こんにちは。今日は2021年11月6日です。今日は、なんだ、11月になりました。あとは何かあったっけ。あんましないっすね。いろいろありますね。あるけど、まあいいか。先週言い忘れてたんですけど、レッツノートが10月末ぐらいに新モデル発表してました。はい。Windows 11搭載モデルですかね。特にすごく新しくなってるわけじゃないです。で、今週はダイナブックが新モデル発表してます。SFCT4 モデルですね。いわゆる A4 ノートパソコンかな。A4 と一般的に言われてるやつ。15.4 インチだったかな。液晶を搭載してるやつ中心で、他のもあるんですけど、それと合わせて10月5日に2モデル追加してた、追加っていうか発表してたんで、合計6モデルが Windows 11に対応したと。ダイナブックはですね。そういうことになります。で、マイクロソフトが、なんたらいうイベントをやってましたが、そこでメタバースをマイクロソフトもやりますよということを言っておりました。Teams がメタバースになるメッシュ法 Teams っていうのを、発表したのかな。それで、Teams の会議がメタバース内で、実際に集まって会議してるような感じになると。オンラインの会議が。そういうようなやつをやりますよ、ということを、マイクロソフトが言っておりました。で、ギガバイトがエントリー向けのゲーミングノート。13.7 インチ Core i5 なんたら GeForce RTX 3050で13万円程度っていう結構お買い得なゲーミング、エントリーのゲーミングノートです。ガレリア U っていうのが、発表されてます。ゲーミングノート PC ですね。11世代コアと RTX。あ、これ間違ってるわ。3070だ、これ。と3060。これ37と36で違う。で、GPU 違いで、ゲーミングノートをガレリア。ドスパラですね。ドスパラで売ってます。はい。LG がグラムとウルトラ PC の新モデルを発表しております。B2 フィットプロ。Apple の子会社っていうのかな。Beats の新しいヘッドホン。ちっちゃいやつ。以前、Beats Studio Pro、Buzz っていうのがありましたけれども、耳につける。耳にはめ込むやつですね。Fit Pro っていうやつは耳にその、スタジオバズに似てるんだけど、その、ウィングがついてて、耳にぴったりんこはめ込んで、落ちにくいフィットネス用に最適みたいな感じのやつなんだけども、それが空間オーディオにも対応したと。で、2万円ぐらいかな。で、それが2022年に発売する。日本では2022年。アメリカではもう発売してんのか。よくわかんないけど。ということなんで、フルワイヤレスヘッドホンっていうのか、耳につける部分だけのやつもいろいろ出ていますね、ということですね。で、Apple 系のやつもいろいろありますね、と。これは Type-C で充電できます。DJI Mavic 3がこれ出ましたね。これすごいですよ、これ。値段は20万円ぐらいだったかな。なので、3分の4サイズのセンサーで、あともう一個の方はもっとちっちゃいセンサーだったかな。それはズーム対応で、センサーっていうのはカメラね。
で、飛行時間46分で、こんくらいで折りたためるやつが、のドローンが、46分飛んで、ものすごい高画質の、なんだ、カメラを搭載してしたということなんで、これはいいですよ。これのシネとかいうモデルは、1テラの SSD と、がついて、Apple ProResなんたらで、撮影できると。とかなんとか言ってるんで、これはね、いいですね。撮影、映画撮影する人なんか、みんなこういうのを使い出すんじゃないですかね。はい。これはいいですよ。ということで、今日は終わります。来週は、NVIDIA が GTC やりますね。あと何かあったっけ？忘れした。そんなことで今日は終わり。あ、そうだ。ピクミンウォークじゃなくて何だっけ？位置情報ゲームピクミンブルーム出ましたね。あれはいいですよ。ただ歩いてて、定期的に画面見て、ピクミンに指示出して取ってこさせると。いや、自分はその戦うなんかどっか行って、ポータル壊したりとかそんなことしなくていい。ただ歩いてるだけで、位置情報を記録できるデバイス、まあ、スマートフォンとかを持って歩いてるだけでいいというやつあればいいよ。逆にハマっちゃうね、何もすることなんて。という2021年11月第1週でした。終了。ポチッとな。